まあ程よい大きさって感じですけど、はい、まあこんな感じで、まあ、説明書が入りつつですね。説明書は日本語がない、あるか、まあ、日本語あるのかな、まあ程よい大きさって感じですけど、はい、まあこんな感じで、まあ、説明書が入りつつですね。説明書は日本語がない、あるか、日本語あるのかな、ちょっと見てみましょうか。多分ないんじゃないかな。うん、ないないですない、ド S 仕様ですね。はい、ウェブサイトだったらあるのかな。まあまあそんなにね、説明書なんて いらないぐらいの仕様になってるので、まあ別にどっちでもいいです、これはね。まあこの動画の中で、大体説明できると思います。はい、でもこれはもう別にいいです。まあ英語好きな人は、好きな人というか読める人は、読んどいてください。英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語対応になってます。日本だけがないっていうね、はい、残念ですね。はい、いう感じです。で、本体を取り出してみますね。はい、まあ、こんな感じで入ってますので、でね、これね、結構ね、ウェブの写真よりはまあまあいいんですよね。まあまあいいっていうのは、その、まあ見栄えがいいっていうか、意外と、まあこんな感じなんだけど、はい。映ってますかね、全体像的に。大丈夫ですかね、はい。で、こんな感じでして、で、これがこんな感じです。上部ですね。上部がこんな感じ。で、横がね、横結構綺麗なんだよね。なんかこういう、メッキ的な、はい。メッキ的な感じです。で、後ろはこういう風になってると。いう感じですね。はい。で、後ろはね、実はね、これ、アレシスって書いてあるところ、はい。が、開けれるようになる、なってるんですよ。このように。こんな感じで、はい。開くとカポって言いますけどね。はい。で、そうするとですね、こうやって、電池の、あれがついてます。出てます。で、これは、付属でですね、付属で電池がついてます。はい。こうですね。電池がついてる。これをつけてもらうという感じになります。で、通常はですね、電池がなくても動きます。じゃあ、なぜ電池がついてるかっていうと、基本的にこれ USB 給電。USB から電気を取るという仕様になってます。ただし、最初にもう言っちゃいますと、これ映るかな？ファントム電源っていう、映りますか？ファントムって書いてある。映らない。あ、今。大丈夫？はい。一輝くん。今日カメラマン一輝くんです。はい。ファントム電源って書いてありますね。で、これで、ファントム電源ってやつをオンにする。はい。そうすると、コンデンサーマイクっていう、音のいいマイクが、使用可能になります。コンデンサーマイクっていうのはどういうマイクかっていうと、普通のマイクと違って電気を必要とするマイクになります。まあそんな感じで覚えておいてください。まあ、で、より、綺麗にレコーディングができるものが多いという感じになります。で、このコンデンサーを使うときに、給電をしなきゃいけないんですね、マイクに。要は、マイクに電気を送り届けないといけない。その時に、パソコンの電気だけじゃ追いつかない場合っていうのがあるから、これがついてます。だから、これはコンデンサーマイクを使う人はつけてください。はい。で、あとはですね、iPhone とかで、使う場合っていうのも、この電池をつけてやると、USB、モバイルからの、給電だけじゃちょっと心もとないので、これをつけてもらうといいですね。で、パソコンで、まあ多くの場合は結構パソコンで使うと思うんだけど、まあ、パソコンで使ってファントム電源使わないよっていう人は別に使わんくっていいです。はい。